こちら。最近久々に高設定捨てちゃって、いつも行ってる店なんだけど、最近設定入れなくなってきてて、行くのやめようかなって悩むぐらい、まあ、結果行ってるんだけど、で行って第一候補取れて、朝一1000枚ぐらいドカン出たので、 1500G 回した時点でプラス200枚まで落とされて、化け3回しか引けてないの。いや、どうしよっかなって。いつもならまだ全然わかんないからもうがっつり追うんだけど、最近弱くなってきたしな、プラスのうちに撤退が吉っつって、気合のやめっつってやめたら、その代終日ビッグバケともに綺麗に設定後の数値。いや、マジね、こういうのから悪い流れが始まるんだよね。今回もマイジャグラー5の実践。このお店出目もガックンチェックも対策されてて、特に狙い台はないんだけど、増大された角のマイジャグラー5で実践します。
323GM 武道が 5.76 マイナス150枚で撤退す。疲れただけだったね。 5000G 回してこの数値ならまあ逃げていいでしょう。横横して跳ねるパターンもあるけど、まあで終日の結果こちら、セーフ。打ち終わったら終わりじゃないから、最終結果を見てようやく今日打ち終わりました。これマイナスグラフだったからよかったけど、プラスグラフだったらメンタルやばいんだよ。2,000〜3,000円渡すからこれマイナスグラフに変えてっていうぐらい、このマイナスグラフには価値がある。自分のやめた代のグラフを気にならないぐらい勝ちたいね。では今回はこの辺で、お疲れ様です。